今日は、出前講座ということで皆さんのところにお話をしに来ました。何のお話をするかというと、群馬のイメージアップ、ちょっと難しいね。群馬はこんないいところだよってお話をします。そのお話の元になるのは実はこの本なんですけど、見たことある人いますか？いないかな。これね、小学校4年生が使うように学校の方に配っているんだけど、学校によっては使っていないところもあるかもしれません。ここ群馬ちゃんいるよね。群馬ちゃん、群馬ちゃん、ここにも群馬ちゃんがいます。この群馬ちゃんのお話からマップしたいと思います。見ていて、見てもらって面白いと思うところが一箇所でもあれば、それを覚えておいてもらえるといいと思います。じゃあこれから始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。群馬ちゃん、みんなが何かでもいいよ。群馬ちゃん、群馬ちゃん知ってるけど、群馬ちゃんって実はよく知らないところもあるんですか？はい、群馬ちゃんは実は平成6年生まれです。今年は何年でしょう？20年。あれ、ずいぶん20何年。ってことはずいぶん前だな。ゆうまちゃんずいぶん前だな。じゃあもう、まだね、ゆうまちゃん最初、名前違いました。ゆうまちゃん。そして、平成20年に群馬ちゃんになりました。そして、群馬ちゃんのお仕事、何でしょう？実は、宣伝部長。群馬県の宣伝部長をしています。宣伝部長って難しいね。宣伝をする、なんだろう。群馬ちゃんは、いろんなところに行って、群馬県はこんなにいいところなんだよって頑張っています。ちょっと今度はまた群馬のいいことやった。スライドショー最初から、はい、タイトル群馬のいいとこ、みんなにお話ししよう。みんなにお話ししよう。誰がお話しするのかな？群馬ちゃん。群馬ちゃんがお話しする。私がお話しする。誰かな？最後まで見ててくださいね。さて、この群馬ちゃん、なんだろう、何の格好？何の格好してたの？ポチ。何だろう、ここだ。何かな、分かる？お、鋭いね。前と聞いた日本一だね。ということは、それに関係あるお仕事だなと思うんでね。この群馬ちゃん、実は富岡製糸場という、さっきも出てきた昔からある絹を作る工場みたいなのがあって、そこで働いてる女の人の格好をしてます。そうでも、ほとんどが女の人だったよ。昔だから、こう袴を履いてお着物を着ています。グマちゃん、グマちゃん、女の子はよくわかんないような感じですけど、一応ここは女の子ということで、こういう格好をしています。公女さんっていう。じゃあ、グマのいいとこ、みんなにお話ししよう。さて、今日のお話、グマはこんなところ、グマはこんなところ、ちょっとわかんないの。みんなが住んでいるこの辺りはどういうとこがあるとか、何があるとかわかるよね。ちょっとわかんない、ね、なんだろう。それからグマのすごいところ、さっきちょっと動画では見たけど、すごいところってなんだろう、ちょっとよくわかんないね。群馬の良さが伝わってない。これまたちょっと難しいね。群馬県に住んでる私たちは、群馬こんないいとこってわかるけど、他の県の人知ってるか、お隣の県の人知ってるか、ちょっとわかんないね。それから、みんなにできるもの。お、ここで出てきたね。みんなっていうのはみんなのことです。みんなに何ができるの？そんなお話をしてみます。群馬ってこんなところ、第2弾。なんだ、じゃん、お、いっぱい出てきたね。まず最初、尾瀬、谷川岳など自然が豊富。さっき答えてくれた子もいたけど、自然が豊富。確かにちょっと行けば山とか緑がたくさんあります。その次、たくさんの温泉地。ここ水上町にもたくさん温泉あります。さっき出てきた中にも伊香保温泉がありました。それから草津温泉もあるし、磯辺温泉も四万温泉も、とにかくたくさん温泉があります。それから農業が盛ん。さっきみんな答えてくれたよね。野菜何がある？ニャゴイモ。あ、あるね。それもあるね。そういうことで、あのお米も小麦もたくさん取れます。ものづくりが盛ん。ものづくりって何だろうって思った時に、さっきビデオで車が出てきたよね。車、工場。あれもものづくりです。それからこけしも作ってたし、最後にロケットが出てきたけど、ああいう難しいものを作るのもものづくりの一つで、そういうのがたくさんあります。それから次、貴重な歴史や文化が残されている。はい、なんだろう、はい、なんだろう、はい、お、じゃあ何、あ、鎧を着たってないってことですか？
そうそうそう。そう、その通り。出てこなかったけど。あの歴史や文化って言ってもいっぱいいろいろ昔っつってもいっぱいあるなと思う中で、さっき言ってくれた通り古墳があったよね、大きい古墳、それから埴輪、そういうものをたくさん残っています。実は群馬県ってそういうのが他の県よりもたくさん出るところです。それから最後総理大臣もたくさん、これ4人出てる、これはね多いです。